Dancing in Japan is a folk art which has 500 years of history. Songs and dances distinctive to each locality has been highlighting the summer of Japan. It is Bon dancing which originates in Uraban Festival in Afghanistan and Chugen Festival in China. 500年の歴史を持つ日本の盆踊りです。もともとは日本へ仏教が伝来する過程で、現在のアフガニスタンにあるウラバンという祭りと、中国の中堅という習慣が重なり、仏教の中に取り込まれた景色ということになります。 裏番に中国の「絵がつけられ、現在の「裏本絵となりました。広林ハムアスリジャパン。裏本絵、つまりお盆を例に挙げるまでもなく、日本の仏教は本当にブッダの説いた仏教なのでしょうか。私、林博は、 日本へ仏教が伝来する過程でそれぞれの地域の土着宗教や習慣がその中に混ざり込み元の形がわからないほどまでに仏教は作り変えられてしまったと考えています。そこで今日は世界で仏教がどのように理解されているか UK の BBC のウェブサイトに紹介されている仏教哲学の一部を皆さんに 紹介します中国仏教でもない日本仏教でもないインド仏教です言うなれば生の仏教哲学ということになりますどうお感じになられるかは皆さん自身の判断ということになります 4つの尊い真実4つの尊い真実にはブッダの教えの真髄が含まれているこれら4つの尊い真実というのは菩提寺の下で瞑想をしていたときにブッダが悟ったものである苦しみの真実ドッカ 苦しみの原因の真実サムダバ苦しみの中断の真実ニロダ苦しみの中断への道の真実ブッダはしばしば医師に例えられる最初の二つの尊い真実の中ではブッダは 苦しみの問題を診察しその原因を特定する第3の尊い真実の中でその治療法があることを認識する第4の尊い教えの中でブッダは8つの道を教え処方箋を与えるつまり苦しみからの 脱却をそれによって達成する第一の尊い真実苦しみドッカ苦しみはさまざまな形でやってくる三つの苦しみはブッダが宮殿を出たあと最初の旅先で見た三つの光景と呼応している つまり老い病気そして死であるしかしブッダによれば苦しみの問題はさらに深い生きることは決して理想的というわけにはいかないそれはしばしば私たちの期待を裏切る 人間は欲望と渇望に支配されている。これらの欲望を満足させることができた時でさえ、その満足は一時的なものにすぎない。喜びはいつまでも続かない。続いたとしてもやがてつまらなくなる。仮に病気や 死別のような外からやってくる苦しみでなくても私たちは満たされることはない満足することもないこれが苦しみの真実であるこの教えを知った人の中にはこうした考え方を悲観的と思う人がいるかもしれない仏教とは 楽観的であってもいけない、悲観的であってもいけないが現実的でなければならない幸運にもブッダの教えは苦しみで終わるわけではないむしろ逆でそうした苦しみにどう対処しどうそれを終えるかについて私たちに教えている 2> 第2の尊い真実 苦しみの原因、サムダヤ。私たちの日々の問題は大変わかりやすい原因で起こるように見える。乾き、怪我による苦痛、愛する人を失うことによる悲しみ。が、第二の尊い真実の中で、ブッダは苦しみの原因を発見したと説く。つまりそれは私たちの 直接的な心配事よりもずっと奥が深いブッダはすべての苦しみの原因は欲望つまり単波であると説くその苦しみは三つの形で現れるそれについてブッダは悪の三つの原因三つの非あるいは三つの毒 であるとく鳥と蛇それに豚の3つの動物がそれぞれに相手の尻尾を口にくわえ円をかいて回っている。憎しみ、貪欲、無知という3つの日が縁をかきそれぞれが他を強化しながら回っている。 第三の尊い真実苦しみの中断ニルだブッダは苦しみの原因である欲望の消し方を教えるそしてそれによって執着から私たちを解放させることができるニルバナというのは欲望の消滅をいう。 ニルバナを達成することにより悟りにたどり着くつまり貪欲妄想憎しみの三つの火を消すことであるニルバナに達した人といってもすぐさま天の王国に消えるわけではないニルバナというのは人間が到達できる 心の状態であると考えると分かりやすい否定的な感情や恐れのないそれは奥深い心の喜びのことを言う悟りに達した人はすべての生き物に対する憐れみに満たされる下脱を なし遂げたとき、欲望は消える。欲望が消えたとき、その人は、解放される。解放されたとき、自分が解放されたことがわかる。そのときその人は、こう理解する。受けた、命は、消耗する。聖なる、命は、消える。できることはした。それ以上に、 何もその先にはないと死んだ後悟った人は輪廻のサイクルから解放されるが仏教ではその次に何が起こるかについては決定的な答えを教えていないブッダはニルバナについてあまり多くの 質問をしないいようにと戒めているブッダは手元の仕事に集中するように望んでいる。そしてそれによって苦しみの輪廻から自らを解放することができる。質問をするということはその人の命を救おうとしている意思にすべこべ有用なものである。 第4の「尊い真実」「苦しみの中断への道」「マガ」「尊い真実」の最後は苦しみを終えるためのブッダの処方箋である。それは「八つの道」と呼ばれる一セットの原則である。 八つの道は中央の道と呼ばれているつまり過度に物事にふけることそして極端な禁欲主義の二つを避けるこれら二つは悟りの探求には役に立たないとブッダは説いている八つの段階は順に 考えるべきものではなく、それぞれが互いに補強し合うものである。だからといって、つまり、日本仏教がブッダの説いた仏教と異なっているからといって、私は日本の仏教を否定するものではありません。どうか誤解のないようにお願いします。つまり、宗教というのは、 それを求める人々がいるから存在するのです。また宗教というのはその時々においてあるいはその地域の人々によって守り育てられていくものです。それを求める人々がいるから宗教は存在しその第一の目的はその人々の心の救済にあります。どうしようもない悲しみや苦しみを抱えた人々は いくらでもいますそうした人々の心の救済にあります日本の盆供用にしてもそうですブッダの教えではないにしてもその盆供用がいかに多くの人たちの心の拠り所になっているかそれを忘れてはいけません大切なことはそれがどんな宗教であれお互いに高い次元で認め合い 理解することでではないでしょうか正しいとか間違っているとかそういった不毛の議論を繰り返しても意味はありませんその宗教の中で生きる人たちが安穏で心安らかな生活を送ることこそが大切なのです私も今年の夏郷里の岐阜県で盆踊りをしてきますほぼ 40年ぶりです。皆さんもどうか楽しい夏休みをお過ごしください。Bye for now. Writes about Buddha as follows Gautama Buddha, also known as Siddhartha Gautama, was an ascetic and sage on whose teachings Buddhism was founded. He is believed to have lived and taught mostly in the eastern part of the Indian subcontinent sometime between the 6th and 4th centuries BCE. Who is Buddha? What is Buddha for us humans? Here is a message from Buddha. Wikipedia 百科辞典はブッダについてこう書いています。ガウタマブッダ、またの名をシッダルタガウタマは仏教の基礎を作った苦行者であり、聖人であったと。またブッダは。 紀元前6世紀から4世紀にかけ、主にインド大陸東部でその教えを広めたと。ブッダとは誰なのか私たちにとってブッダとは何なのかここにブッダからのメッセージをお届けします。広 i 林浜祭りジャパン a s Japan。結論から 先に話しておきます。ペルセポリスです。かつてこのペルセポリスには三人の王が住んでいました。ペルセポリスに残る碑文によればカンブジア、そしてストダナゴータマ、ダリウスということになります。この二番目のストダナゴータマというのは 私たちがブッダと呼んでいるセッタ・アルタ・ゴウタマ、ネパールではシッタ・アルタ・ガウタマと呼ばれていましたが、そのシッタ・アルタ・ゴウタマの父親ということになります。この赤い枠で囲まれた像は私はストダナ・ゴウタマであると判断しています。その証拠はこれから皆さんにお見せします。そしてペリセポリスで人間の 女性マヤとの間に、セッタアルタガウタマスのーチ、シッタアルタガウタマが生まれました。ペルセポリスの秘文にそれが書き残されていました。で、まず地図を見ていただきたいと思います。左がペルセポリスです。右がルンビニです。で、もう一度話を整理しますと、かつてここには、 カンブジアという名前の王が住んでいました。このカンブジアはマギであったかどうかは分かりません。が、ともかくもそのカンブジアがエジプトへ行っている間に、ストダナゴータマが碑文によれば策略を用いて王位についた。それを良しとしないダリウスがストダナゴータマ一家を追い出します。ストダナゴータマ一家は逃れてルンビニへ渡ります。 ダリウスとストダナゴータマがはマギということがわかっています。なあち、スターゲーザーですね。いわゆる星と連絡を取る人という意味なんですね。そして、ストダナゴータマと息子のシッタールタゴータマが仏教を立ち上げます。ストダナゴータマが仏教を立ち上げ、息子のシッタールタゴータマが広めたと。 林博士は判断しています。これから順に証拠を挙げながらその説明をします。これは苦行中のブッダと呼ばれている像です。しかしこれはブッダ自身ではありません。父親のストザナ・ゴタマです。またの名をジョー・ボン・ノウと言います。この顔を見てください。目の中に、 目がありますそして台座には、ゾラスター教の神事の様子が彫り込まれています。右はやはり、まあ、苦行中のブッダの一部と思われますけども、まあ、頭部像が残ってるわけですね。で目を、目の中を見ますと、目の中に目がある、すなわち、瞬膜があるのが分かります。そして、台座のところには、ゾラスター教の神事が彫り込まれています。左が苦行中のブッダ 右はもう一体のブッダ像です。これらの像は目の中に目があるすなわち人間ではないということを示していますと同時にゾラスター教の信事をしているということはこれはプッタ像ではないということになります父親の太田ごたまであると林博は判断しましたでさらにその理由を皆さんに話したいと思います 今言いました、これが空業中のブッダ像です。そして、今言いましたように、顔が人間らしからぬ。そして、同時に、台座にゾラスター教の神事が彫り込まれています。つまり、ゾラスター教といえば、上に示したのは、これ、世界最古のアフラマスダー像です。ペレステポリスに残っています。なち、 この像の主人公といいますか人物はペルセポリスから来たということをこのような形から示,このような形で示していることになりますゾラスター教の神事です松明を焚いて神事を行っていましたここが重要なポイントですから皆さん自身で確認してください松明です廃下教です ゾラスター教です。それがブッダの台座に彫り込まれているということです話を先に進める前にペルセポリスからナスカに線を引いてみます林博士のナスカ理論ですこの滑走路の上の部分をラインが通り抜けます正確に通り抜けます もう一度やってみます。黄色い右の線に注意してください。この線はこのプラットフォームの上を通ります。なお、下の線はバチカンへ行くラインです。ペルセポリスに残る碑文については、ハーヴェ・クラフトという方が解説していますので、それをここに紹介します。 エンシャントオリジンズに、その概説版が載っていました。全文を翻訳しておきます。日本人の私たちにとっても、極めて重要な論文かと思われますので、じっくりとお読みください。 3人のマギについての話をしておきます。まあ、これが一応3人のマギ実際には2人だったかもしれないということなんですね。で、この中央が林博はガウタマであると判断しています。で、これはサンタポリナーレ・ヌーボー聖堂のモザイク画として書かれているものなんですけども、まあ、 カトリック教会側ではですね、まあ、この三人のマギがイエスの誕生の時に駆けつけて贈り物をしたと説明していますが、おかしいですね。どうしておかしいかというとですね、まずこの三人のマギの姿勢を見ていただきたいと思います。右がミトラ像です。左がマギですね。で どこか奇妙な姿勢をしています。首には襟巻きをしそしてマントを身にまとっていますそして頭にはフリージア帽をかぶっていますこの直線に注意してくださいつまり左のこの間着は明らかにミトラ像を意識して描かれたモザイク型ということになります なぜミトラを意識してこのような絵が描かれたかということなんですね。で、この姿勢そのものは、十二球図の大き座の星座の並び方と一致します。で、比較してみますと、同じだということを、まあ、ほぼ同じということを皆さんにも理解していただけると思います。なあち、この左、一番左のこのマンギは、 イエスの誕生の時に書きつけたマギではなくて、ミトラ誕生の時に書きつけたマギであるということになります。そして、向かって一番左にいるのがダリウス王です。で、私はいろいろな像を探してみましたが、まあ、しっかりとこの左の絵がですね、ダリウスの特徴を捉えていることを発見しました。ヒゲがあって、そして襟のところの模様も同じである点に注意してください。なち、 これらはペルセーポリスの碑文に従えば、1番目がカンブジア中央がストタナゴータマ、そして3番目がダリウスということになります。そして皆フリジアブをかぶっています。で、マギというのはスターゲイザーのうち王ということになるわけですけども、固有名詞なのか一般名詞なのかということで、カトリック教会側は一般名詞と捉えています。しかしマギという名前は、 紀元前においては二度しか来てこないんですね。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスの秘文の中だけです。つまり、この三人のマギはミトラが誕生した時に母、アナヒーターが主女解体して、まあ、ミトラを産むわけですけれども、その場に駆けつけた三人のマギということになりました。ミトラはゾラスター教の当時祭の日に、のうち12月25日に、 アナヒーターの主女解体によって生まれまれす。そのアナヒーターとミトラを祝うために3人のマギが駆けつけてミトラの誕生を祝いますとなりますとここで極めて重要な話ということになりますけれどもブッダの父親とそしてミトラ教徒の接点があったということですですから左の像を見てくださいこのストダナゴタマとータと 私はやしろしが判断しているこの像は、その台座のところに、ドラスター教の神事が彫り込まれています。つまり、これはブッダではなくて、ブッダの父親の壮大な合マということになります。さらに、三人のマギについての話を進めていきます。これは、12月25日、ドラスター教の当時祭の日に、 ミトラが生まれた時の様子を描いたものだと林博士は判断しています。母、アナヒータは馬屋で所属会談によってミトラを設けます。でそこへ三人のマギがやってきて、アナヒータとミトラを収穫します。その三人のマギの名前についてはカトリック教会側ではいろいろと説明しています。国によって皆な名前が違います。ということは、 名前はなかったとということですねその説を裏付ける、つまり私の説を裏付ける証拠がこれ、この象下の彫刻ということになります。この象下の彫刻にはですね、受胎告知、そしてキリストの後端、そして誕生というふうに説明されていますが、それはありえません。その証拠がこの,この部分ですね、中深くご覧ください。 母親と子供が今左にいます。そして3人のマギと思われる人たちが祝福に駆けつけています。しかし3人の間ギはやはりミトラ棒をかぶっています。フリジア棒をかぶっています。フリジアというのはトルコ中部の古名で、そしてミトラ教の発祥地です。そして空には7つの光線を持つ星が描かれています。7つです。下は中央が ミトラ像、そしてみんなその流れを組んだ自由の像ということになります。みんな7本の光線になっています。なあち、この像はイエスの誕生を祝福した彫刻ではなくて、ミトラの誕生を祝福した彫刻であるということになります。これも大変重要になっていますが、その裏付け証拠ということになります。 つまり、三人のマギというのは、ミトラの誕生に駆けつけていたということになります。そして、その中の一人が、ブッダのお父さんである、父親である、ストナラゴータマということになります。つまり、ここで、ミトラ教と仏教の接点が生まれたということになります。ここが重要ですから、皆さん注意深く、しっかりと確認しておいてください。みんな、三人のマギです。やはり、皆、 ミトラ帽、フリジャー帽をかぶっています。ミトラ教のシンボルです。では、もう一つ、証拠をお見せします。これはインド政府がサーンに送った芝像です。この芝像に注意してください。芝を囲んで、丸い輪があります。その輪の輪周辺に何かが 彫刻してあります。しばしんです。そして片方に14個、片方にもう一方に14個の何かが彫り込んであります。これは何かということですね。まあ、それについては今すぐ皆さんに話しますけども、ここで14という数字を使っている点に注意してください。7。かける2の比数学、つまりミトラ教の比数学ってことになります。10の像の光線が7本になっているのも。 そういった理由によるものです。7×2 ですね。で、この芝心の周りの輪というんですかね、に注意してください。専門用語があるみたいです。ともかくも、この輪に注意してください。そして14個の、はっきり言います。松明が描かれています。左上がミトラです。そしてそれがミトラ像となって 自由の像へとつながっているわけですね。ミトラの像とアポロの像は顔がギリシャ彫刻においては同じです。なわち、ギリシャ彫刻ではですね、このような形でミトライコールアポロだよということを私たちに教えています。7×1、7ですね。下は、しばしの方は 7×2 の14になっています。当然、その上にいるのが延期ということになります。プロメテウスです。 人間の創造主とということになりますそして、これが左下が芝心です。この芝心はずっと後になってからできたものですから、像としては重要ではありませんけども、頭にフリジア帽をやはりかぶっているところに注意してください。こうして芝心とミトラがつながります。そして17個の松明、そしてその 7×2 が2が 自由の像へとつながっていきますこうして有機的に、すなわち密接不可分に神々がつながっているということになります。ここが重要です。密接不可分に世界の神々がつながっているということですね。そしてその中の一部として、もう一度この芝神をの像を見ていただきたいんですけども、それが ブッダの像へとつながっているということになります。このシバシの頂点に注意してください。松明ですね。すなわち、ゾラスター教の松明をこのように表現しているということになります。左上がゾラスター教の神事で使われているまあ、松明ということになるのでしょうか。そしてそれが自由の像へとつながっていると。 インドのシバシンもその流れの中にあるということをこのような形で示しているといいますかこのような形で残っていることになります。シバシンです。シバシンです。ミトラ帽をかぶっています。左のサーンのシバシンもミトラ帽をかぶっています。すなわちミトラと深い関係がある。すなわちシバシンイコール林博はミトラと判断しています。 そしてこの像が先ほど言いましたブッダとつながっています。それをこれから皆さんにお見せします。右がペルセポリスの碑文を解読したハーベー・クラフト氏がですね、えー、証拠として挙げているブッダ像です。その周りの輪に注意してください。そしてその輪にはやはり松明が 描描かれています松明が描かれれてていいまますすすが全く同じ形ですもうこれは偶然とは言えませんね。すなわち、このような形でブッダとゾラスター教のつながりを示したということになります。左がサンにあります。シバシンの銅像です。そして右が ブッダの絵です。ここが重要なポイントですから皆さんにもう一度確認しておいていただきたいと思います。3人のマギが、ミトラ誕生の時にアナヒータのもとに駆けつけてミトラの誕生を祝います。右からカンブジャ、ストダナゴタマ、そしてダリウスということになります。そして中央が ここれが、ストダナガウタマです。す。の父親とということになりますつまり仏教とミトラ教はこうしてまあつながっているということですねその証拠の一つが繰り返しになりますが台座のところでゾラスター教の神事がそのまま彫り込まれているということです これが動かぬ物的証拠ということになります。そして、ペルセポルスに残る碑文によれば、ダリウスに追われて、ゴータマ一家はですね、ネパールへと逃げていきます。3人のマギです。ですから、キリスト、カトリック教会側が言うようにですね、この3人のマギがどんなに頑張っても、 イエス・キリストののの誕生の時に立ち会うはずがないのですですから、キリスト教会側ではですね、三人、マギというのは一般名詞であって、固有名詞ではないと説明しています。が、マギという言葉はそれ以外には使われていません。現在、私たちがマシックという言葉の語源にもなっています。三人のマギはトルコ・ケープを身にまとっています。 つまり、この三人の間際、キリストの誕生の時に、イエスの誕生の時に立ち会った間際ではなくて、賢者ではなくて、ミトラの誕生の時に立ち会った三人の賢者すなわち博士すなわちマギということになります。ミトラ教のミトラです。そして、中央が裾田のごう玉ですね。そして、ミトラ教をそっくりコピーして、 イナンナとイタールが、イタールとシャーマシが組んでキリスト教を立ち上げます。こういう流れにあるということですね。で、中央上はザラスストラですけども、ザラスストラの顔とイエスの最後の顔と比べてみてください。ですから右下のイエスの顔も、これもまあそっくりそのまま借用したということになるわけです。私の考えでは、モーゼがその後、 イス,ラムイスラムにつながっていると考えています。まだよくわからないところがあります。そして、そのイエスの流れがローマンカトリックへとつながっているということです。そして、ミトラの方が現在のフリーメイソンへとつながっているということになります。まあ、こうした神々の流れがあるわけですね。で、ローマンカトリックとフリーメイソンは対立関係に入ります。ローマンカトリックはですね、徹底的に ミトラスター教、ミトラ教を攻撃し、そして潰してしまいます。そうした圧力が頂点に達したときに、フランス革命が起きます。そしてミトラ教の一部はチベットへ逃れ、現在の4月へ移ります。そこへ、現状三蔵が行って、西安に、長安にですね、密教を持ち帰ります。その長安へ空海が行って、その密教を日本へ持ち帰ります。 こうした流れにあるということですね。みがな4月に残っている大魅力菩薩像です。目が青いというところに注意してください。なおうちノルディック系の神であったということになります。では、ペルセポリスにいた。 カンブジャ、ストダナゴータマ、そしてダリウスのうち最初の王であるカンブジャはどこへ行ったかということになります。ペレステポリスに残る碑文によればカンブジャがエジプトへ行っている間にストダナゴータマが王位についたとあります。それはダリウスが残した碑文だから当然ストダナゴータマあるいはその一家を悪く書いている。 いるということとになります。ともかくもカンブジャがエジプトに行っている間にソダナゴータマがその王位を奪ったということになるわけです。ですから、強奪者と表現されています。そしてマヤと結,、まあ、結婚といいますか、の間に私たちがブッダと呼ぶセッターハルタゴータマが生まれます。なち宇宙の真理の解放者という意味です。そしてダリウスは今度は ストダナゴータマを一家を追い出しますけれども、では、カンブジャはどこへ行ったかということになるわけです。その謎もついでに解いておきたいと思います。これがストダナゴータマですね。マヤですね。このマヤのこのレリーフはー、ジョボンノと一緒に掘、まあ、られているレリーフから取ってきました。そして、まあ、セッダ・アルタ・ゴータマすなわち、シッダ・アルタ・ゴータマすなわち、宇宙の真理の解放者ということになるわけです。 で、当然、ストダナ・ゴー・タマもネパールへ来てるわけですからね、ルンビネに来てるわけですから、ストダナ・ゴー・タマが仏教を立ち上げ、そしてその仏教を息子のシッター・ルタゴー・タマが広めたと,いうと考えるのは、ごく自然な考え方ではないかと思います。ともかくもう一度見ていただきたいんですけど、エジプトとペルセポリスと モヘンジラをつないだその先に実はプレハビヒアがあります。カンボジアのすぐ北部ですね。私はこのプレハビヒアにカンボジアはまあ逃げていったと考えています。初代の王のカンボジアはプレハビヒア、すなわち現在のカンボジアへ逃げていったと考えています。ギザです。 ペルセポリスです。モヘンジョダロです。そしてプレハビヒア、ルートワンです。それとしてもこの線をまっすぐ行きますと、右の東の方に行きますと、イースター島を通ってナスカへ向かいます。そのプレハビヒア、ナーチカンブジャのアンコールワットです。このアンコールワットでその痕跡を探そうとしましたが、 もういろいろとなんでつかごちゃごちゃしていまして糸が、無数の糸が絡んでいるようになりまして、この謎解きはいまだにできていません。ともかくも、このカンブジアと、いわゆる先ほどプレセポルシにいた王のカンブジアとは何か関係があると林博士は考えています。そして、カンブジアに残っている仏像群を整理してみました。で、カンブジアに残っている まあ像といいますか、仏像群は王の像もありますし、それからヒンズー教の像もありますし、ブッダの像もあるという形で、ごちゃごちゃになっているわけですね。ですから、こうしてま形の似ているものを分類してみました。頭に像の描いてある像と、それから右上のように尖っている像と、そして頭に まあ、このような四角い帽子をかぶっている像というふうに、大まかに分けて、4つに分けられることが分かりました。で、私は左の下は、これは王の像ではないかと思います。そして、この、まあ、独特のといいますかね、まあ、あの右下の方は、これはまあその他というふうに考えて分離しました。で、カンボジアに残っている像を片っ端からといいますか、拾い上げて、こうして私なりに、 分類ししてみましたで、ここで特に左上の像に注意していただきたいと思います。私はこれがブッダの像ではないかと考えています。ヒンズー教の像も混ざっています。分類できないのも混ざっています。しかし、左上の像はですね、頭の帽子の部分に 別のブッダ像が彫り込んであります。この今左上の赤丸で囲んだのがそうです。ですから私は,私はこれがブッダ像であると考えました。というのもですね、ここですね、帽子のところにブッダ像が描いてあります。もしブッダであるならば自分の像をこのように彫ることはないわけですね。すなわち、この像はセッタールタゴータマのお父さんの 不相談なご玉であると私は判断しました。すなわち、上位の仏ということになるわけですね。いわゆる仏教を開いた父親の不相談なごたの像であると考えました。ですから、ブッダはこのような形で自分の帽子の中にお父さんの像を彫り込んで、お父さんを敬ったということになります。すなわち、上の像は不相談なごたですね。その まあ姿勢もよく似ていますそしてその、まあ、帽子をかぶってって言いますか冠をかぶってブッが布教したといわゆるセ,セッタルタゴータマスナーチシタルタゴータマですねナーチ今一番上の像はこれは誰かということですけどもこれはストダナゴータマナーチ,ナーチブッのお父さんということになりますこのような形で仏教を開いたのがストダナゴータマそしてそれを広めたのがシタルタゴータマ とということが理解でできるわけです。そしてその証拠にその大事のところにはゾラスター教の真珠の様子がやはり描き込まれています。ゾラスター教の真実ですねこのように松明を焚いてハイカー教ですねいるということです。まあ、このような形で謎が解けていくわけですけどもではカンボジアとカンブジアとカンボジアは関係があるのでしょうか ないのでしょうか実は大変なって言いますか関係があることがわかりました。ペルセポリスから逃れた,逃れたカンボジアは林浩氏は今の現在のカンボジアのプレア・ビヒアに逃げていったと判断しています。ただ歴史を調べますとプレア・ビヒアはその後、 作られたというふうに、まあ、いろいろな王によって作られたというふうに説明してありますが、がしかし、これから皆さんにお見せする事実は、無視できない事実かと思われます。今言いましたように、ギザー、プレセポリス、モヘンジャロをつなぎますと、プレハピアエを通って、そのまますぐギザと行き、そしてナスカへとつながっています。私がルートワンと呼んでいる、基軸ライン中の基軸ライン、すなわち、ライン理論のルートワンということになります。これが ペルセポリスです。右がプレアビヒアです。で、屋根の部分は岩の色が違うというところからですね、後で付け足したと私は判断しています。その右の屋根の部分ですね、三角形の部分を除きますと、ペルセポリスのいわゆるまあ石組みとプレアビヒアの石組みが全く同じであることに、どうか皆さん注意して見てください。 細かく見ていきますと足元の増産の仕方っといいますかねまで同じです向かって右下の飛び出てる部分に注意してくださいやや円形を持って飛び出てますねそしてその枠が三重になっているところにも注意してください柱の作り方も同じですならペルセポリスの作り方とそしてプレアビヘヒアの 作り方が同じでであるとということですねそして大きな台座の上にそれを作ってあるということです作ってあるとということですねで。屋根が違うじゃないかとおっ,しゃいますおっしゃる人もいるかもしれませんけども、屋根の岩の色は違うんですね。それはあの見比べていただければわかると思いますけども、屋根だけは後の王たちが、まあ、自分の権威を飾るために私は付け足したと思います。ですから どこか不自然なんですね。不自然と言いますか、取っ手つけたような屋根になっているということです。その屋根を除いて比較してみてください。左がペルセポリス、右がプレハビヒアということになります。つまり、このような形でペルセポリスの、まあ、影響と言ったらいいのかな。それがプ,、まあ、プレハビヒアに残っているということです。なあち、私はこれらの遺跡は同じ王が建設したと考えています。 このようにしてペルセポリスとプレハビアがつながるんですね。ですから、ペルセポリスを追われたカンボジアが現在のカンボジアのプレハビアへ来て、そして、ソダナゴータマと同じように、ブッダのシェとって言いますかね、その向こうにあるブッダのシェを広めたというふうに考えています。では、 その教えとは何かということになります。ハーベイ・クラフトさんがですね、えー、解読した、冒頭で紹介しました、えー、ペルセポリスの秘文にもありますように、ストダナゴータマは銃を解きました。そして、ブッダも銃を解きました。己こそ、己のよるべ、己を起きて、タによるべぞという、あの自由論です。となりますと、その、 己とととは何かということになりますただ単に行動、思想の自由を言ったのでしょうか。そうでないと私は思います。私たちの中にはですね、内部から自分たち、私という人間を束縛するものがあります。それが欲望ということになります。仏教の言葉を借りるなら、煩悩ということになります。その欲望が 私たちに作用して、私たちを内側から支配します。つまり、言い換えると私たち人間は欲望、つまり、煩悩の奴隷ということになります。その煩悩の奴隷から自ら解放していく、それが、ブッダの説いた自由思想の根幹であると、私、林宏は考えています。私たちは 欲望、つまり、の奴隷だとということですね。その煩悩の奴隷から解放し、自ら解放することが、すなわち、さらにその向こうにある己に従うことが自由だと、ブッダは説いた。まあ、これは林博の解釈ですけども、私はそのように解釈しています。自由、つまり自らによるというのは、そういう意味であると。 ということになります。これが仏陀からのメッセージということになります。自らによるということです。己こそ己のよるべ、己を起きて誰によるべぞ。よく整えし己こそまことえがたきよるべなり。 自ら悪をなさば自ら汚れ自ら悪をなさざれば自らがきよし清きも清からざるも自らの異なり他のものによりて清をむることを得ず つまり、私たちの敵は、私たち自身の内部にあるということになります。戦うべき相手は欲望、すなわち煩悩ということになります。その欲望からの解放、それが自由ということになります。フロイトも、性的エネルギーという言葉を使って、それを説明しています。自らによる。つまり、 欲望に操られるまま操られていたのでは真の自由はないということになります。そしてブッダはその真の自由を私たちに教えてくれたということになります。その言葉がこの自らによるという言葉であると私、林宏は判断しています。 もう一度最後に神々の形図を見ていただきたいと思います。中央に3人のマギを置きました。そして3人の中央のマギが、太田のゴータマ、すのうち私たちがブッダと呼んでいるヒタルタゴタマのお父さんということになります。そのミトラはやがてミトラ教を起こします。そのミトラ教をそっくりコピーして、 キリスト教が生まれます。当然ミトラ教はザラ,スザラストラの流れを組み、その上にはアフラマザがいます。そしてその一派がっていますか。モーゼの流れを組む一派が、私はイスラムに繋がっていると考えています。そしてミトラ教の流れはフリーメイソンへと繋がっています。そのミトラのミトラ教の一部が ミレイ、すなわち密教となってチベットに残ります。そこへ現状三蔵が行って、密教を長安に持ち帰る。その長安へ空海が行って、日本へその密教を持ち帰る。こういう流れにあるということは、世界の流れ、世界の宗教は、もっと言えば世界の神々は、神々はこうして一つにまとまるというか、一つにつながっているということになります。 このことも重要なポイントですから、どうか皆さん忘れないでいただきたいと思います。えー、では、バイ。